くりして、びっくりしてちょっと食べるのやめちゃった。こんにちは、オルブです。今回はタイトルにもあるように新しいモルちゃんをお迎えしました。ヘビーモルモットという種類のモルモットちゃんですね。グレーとお腹の方がね白いので、まるで本当にコアラのようなモルモットちゃんです。初なのかということもあってね、早いかなとも思ったんですが、この子もう7ヶ月であとね2日ぐらいでいなくなってしまうということをペットショップの方から聞いて、これも何かのご縁かなと思ってお迎えすることを決めました。やっぱり7ヶ月ということもあってかなり人を慣れしてくれてます。なのでこうやってもう今撮影できてるんですけど、オリオの時とかは全然ねこんな風に撮影させてくれなかったというか、怖がっちゃって全然出てきてくれなかったんですけど、こんな風にねもう普通に撮影カメラ回してても大丈夫なので今回カメラを回しています。でね、この子は男の子なんですね。ディニーちゃんってこういう丸いお顔立ちがね特徴的なモルちゃんですね。で毛はね少しチリチリしてて、触り心地がねすごく不思議です。柔らかいんだけどちょっとごわついてるような、表現が難しいんですけど新しい感触って感じですね。でね、こちらにトマトが置いてあると思うんですが、トマトは食べませんでした。今のところお野菜はキャベツをよく食べてくれてます。で、うんちもおしっこも良好ですね。全然問題なくご飯も食べてくれてるし、お水も飲んでます。オレオが白黒なのでね、この子がグレーなので、うちの子たちはモノクローズになりました。すごいですね。めちゃくちゃね、若いね。名前発表しますね。名前はルイくんです。でこの子は12月生まれで、12月の誕生石がラピスラズリなんですね。で、ラピスラズリの日本名はルリなので、なのでルリくんにしました。どうぞよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタグラムもやってますので、よければそちらもフォローお願いします。それでは